特殊簡易講習電話。特殊簡易講習電話とは、飲食店などの店内に、店舗の運営者などが設置する公衆電話サービスである。高価収納等信号喪失機能を付加したアナログ固定電話回線に料金回収機構を持った電話機を接続するもので、対応電話機の多くがピンク色であることからピンク電話とも呼ばれる。2018年現在は、 NTT 東日,日本、NTT 西日本によって運営されている。2000年代に入り、利用の少ない不採算の公衆電話の撤去後に、公共施設等の管理者の負担で導入されることも多くなった。料金の回収は店舗等の運営者が行い、それにより電気通信事業者から請求される、基本料金、通話料金を支払う。通話料金は、 公衆電話料金が適用される。ただし05例番号の IP 電話宛では、加入電話料金なる。ピンク電話からは PHS にかけられない。個別に携帯電話への通話や、他社の通話プリペイドカード、KDDI スーパーワールドカード等による通話も、できないように設定している場合もある。また、NTT 東日本、NTT 西日本のナビアクセスは着信はするが、 発信側の声は相手に聞こえない。昭和30年代、電話が一般市民にまで広く普及する中で、公衆電話の需要は増加し、繁華街や駅前を中心として赤電話や青電話の不足が深刻な問題となった。このため、飲食店や喫茶店などの施設を中心に、黒電話に料金箱を取り付け、貸し電話とした、いわば施設公衆電話のようなものも登場し、 多くの人に利用された。しかし、貸し電話の本体は黒電話であるため、ダイヤル市外通話も利用可能であったことから市外への不正通話が横行、また家電した通話料金を低く誤まかすなど、トラブルも発生した。この結果、店内に電話があるにもかかわらず電話を利用したい、客に貸すのを躊躇する状況が発生した。このような状況下で、 貸し電話を設置していた酒場のおみが利用客が市外通話をしないか見張っている様子を電電公社の職員が目にし加入者以外は市外発信ができない電話機というアイデアがなした。こうして1959年昭和34年初の特殊簡易講習電話機であるピンク電話が登場した。なお1953年昭和28年より登場していた。 料金手渡し方式の店頭設置公衆電話には、電気通信省が所有する電話機を委託して設置した委託公衆電話と、一般の加入電話を店頭に出した簡易公衆電話の2種類があった。前者は後に、高価投入式の赤電話となった一方で、後者はこれらピンク電話に、役目が引き継がれていった。かつては、レンタルによって、 電話機が設置されていたが、1985年の端末設備自由開口は買い取り、またはリースの電話機が多い。高価収納等信号喪失機能と一部電話サービスは重複して契約できない。初期型ピンク電話、小型ピンク電話 47AD はダイヤル式であり、10円高価のみで、市内通話のみ可能であった。市外通話や無料の通話先、 110.11819フリーダイヤルは専用の KS 影でスイッチを切り替えないと一方通行の通話化できなかった。1960年にレンタルで提供開始された。1972年にレンタル終了。大型ピンク電話初期型 675A に後期型 675SA にはダイヤル式で 10円高価のみ使用可能である。無料の通話先等にかけるときは鍵操作が必要である。市内通話も3分ごとに10円課金となった1972年11月12日の広域自分製での高価収納等信号に代用するために開発され、レンタルで提供、民営化後は販売された。かなり長期にわたって製造されていたが2004年に生産終了。 翌2005年12月をもって販売終了。ボタン式ピンク電話、100円ピンク電話、675P は10円100円効果が使用可能であり、10円から収納される。緊急通報用ボタンを装備し、110番119番などへ迅速な通報が可能である。また、無料の通話先へ鍵操作なしで通話でき、呼び出し音量調節も可能である。 1985年に販売開始。2005年に販売終了。6名間はボタン式ピンク電話をベースに木製の筐体を仮装したのでレトロな雰囲気がある。2005年に販売終了。テレホンカード専用ピンク電話 MC-6P はテレホンカードのみ使用可能であった。テレホンカードの残額を減らすことにより、 料金の回収が行われるので、設置者の料金回収の手間が少ない。不正仕様の温床となったこともあったが、対策が行われた。1989年にレンタルのみでサービス開始。2005年に新規契約受付終了。ピーテル本は、新時代のピンク電話機として1990年代から販売され、売り切りで提供される。 10円100円効果が使用可能。呼び出し音量調節可能。ボタン式。ダイヤルトオンファースト方式が採用されているため、ケース鍵を利用せずとも110、119への発信が可能である。118は P テレホン側に設定が必要である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。